見つめ合う二人。暗闇で男女が見つめ合ったらやることは一つしかないでしょう。ということで、エロい展開が続くわけじゃないんだけど、まあぜひね、せっかくね、もうこのチャンネルを開いていただきましたからね、もう最後まで動画ご視聴いただけたら嬉しいと思います。今の噛んだのが良くないわっていう方はね、もうブラウザバックボタンとか別の動画を見ていただきたいんだけど、まあちょっとなんか期待ワクワクドキドキしちゃうよねっていう方はね、最後まで動画ご視聴いただけたら嬉しいです。ということで、ね、まあせっかくご縁がいただきましたから、まあチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンも押してね、応援していくよっていうね、あの動画楽しみだよっていう方はぜひ見ていただけたら嬉しいでございます。ということで、こんにちは、ブルーボースでございます。ということでね、まあアダルム・ベンフォードとね、まあ、レオンがね解雇シーンで、まあ、そろそろアンブレラのこともあったし、ゾンビもこれ以上ねバイオテロをね全世界で拡散させていくわけにはいきませんから、なんかそろそろ公表した方がいいんじゃねえかっていう、そんな感じで、2人が話しているシーンからスタートするわけなんですけども、まあ、前回ね大学から逃げ出せて、で、まあ、地下鉄を通じて、まあ、市街地に逃げていこうと、まあそのまま強化に向かっていかなきゃいけないんだけどねっていう、そういう話でございます。で、まあなんでこれやってるかっていうと、まあ、バイオ RE4 が、まあ、もう間もなく発売しますよ、3月24日に発売しますよっていうことだったので、まあ、ちょっとフレオンに関わるものを振り返りプレイということで、まあ、RE2 はもう去年のね、あの冬にやっちゃって、で、それから、まあ、RE3 をなぜか挟んで、まあ、RE 系シリーズということでやって、で、その後にね、まあ、バイオ4のプロフェッショナルクリアしての、で、そこから、まあ、バイオ6、まあ、レオンの、バイオ4からの、8年後、9年後を描いた世界。8年後は描いてないのか、9年後だけか。8年後描いてるのはクリス編とジェイク編だけだからね。はい。ということで、ね、しっぽりと行きましょうか。こうなってるでしょ、簡単に抜け出せないさってね。うん。あなたの穴から抜け出せないんですよ。って。俺の肉は買ってからな、振ってからなって。あ、ちなみに、あの、長いよりも硬くて太くて持続性のあるものを、女性はよく好みます。そんな話はどうでしょう。さあ、早速入っていく。奥深くに。じわじわ、じわじわと入っていきましょう。で、ちなみにね、前世までは、バイオ4をやってたんで、未だにまだちょっとバイオ6の操作性に慣れてないというところがあるんでね、まあ、そこら辺はご愛嬌ということでお許しいただけたらと思います。あの、移動自体はそんなに複雑じゃないんだけど、その QTE が急に出てきたりとか、それからまあちょっと、前までの E でアイテムを拾うとかっていうのがあったんですけど、うん、だけど、ちょっとね、これ、なんだっけ、R で拾わなきゃいけないのかな、その E と R の微妙なそのボタンの位置の違いによって、うまく拾えます、うまく拾えませんとかっていうのがあったりとか、あとね、武器チェンジが慣れなさすぎて、前回、ま、体力マックスにもかかわらず、救急スプレーを2発プシュプシュしてたっていうね、もうわけわからへんっていうね、まあ、救急スプレーというのは、生還剤をもう、あの、かけ出して、で、あの、まあ、臭い。って言われ続けたレオンちゃんがね、ヘレナに、ね、まあまあ、この匂いだったらいいわよって、ちょっと認めてもらったっていうね、は何の話してんのって思ったかもしれないけどね。まあ、それはどうでもいいや。そう、しかもね、あの、悔しかったのがさ、救急スプレーをかけた瞬間に敵の攻撃食らって、逆に体力1個減ってるっていうね、なんでやねんみたいな。さーて、ここで、電車が近づいてくる前になんか野球帽ニット被ったやつが、ニットか野球帽なのかわかんないけど、まあ、とりあえず電車が来るまで全力、前進したいんだけど、これで出てくるその QTE のなんだろうコマンドが何になるのかっていうのが分かんないよね。 XC とかの、あーちょっと無理ー、そりゃ無理やば。だってスペースと R って離れすぎやろ。しかも今1秒もなかったべや。マジか。 XC とかさ、左クリック右クリック同時に押すとかだったらまだ分かるけど、誰がこんなん初見でスペースと R 同時に押すことできんの。おい、こらカプコン、これがバイオハザード6の不評な原因の一つやぞ。 QT がむずすぎてもう全くダメっていう。痛い、なんだなんだなんだ、ほら目の前でゾンビが。誰が運転してんやろな、こういう状況の中でね。まあ誰かがちょっと逃げようと頑張ってる状況なんだろうね。うん、そこら辺の運転手が一体誰だったのかっていう。あ、そうなの？本当？あ、ちょっと待って。すげえ。これ、女だよね。女だよね。お胸あるし。おー、またぶっぴるげ。おーい。興味ない。行こう。さすがに、人間っていうかさ、もうちょっと綺麗だったら、もう、眉唾もんでしたけどさ。眉唾？眉唾おかしいな。生唾ですね。生唾もんだけど。これはちょっとね。ということで、大嫌いなゾンビ犬 C は、遠くから撃ち殺すに限る。こっち帰ってくる？あ、来た。これね、バイオ5とか、バイオ4とかって、その武器の威力がさ、その、なんか、
ハンドガンだったら 1.0、1.3、1.6 とかって上がってくるってわかるけど、バイオ6の場合はそのスキルによってアイテムのレベルを上げられる、武器のレベルが上げられるってのはわかるけど、いまいちじゃあそれがどのくらいのそのダメージ量になってるのかっていうのがわかりにくいから、ちょっと難しいよね。向こう見えてんだよな。来いよ。めっちゃチャカ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 逃げてるんだよ。そう。うい。うい。そう、納豆弾があるんだけど、あ、来てる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 。ワンワンオン、ワンワンオン。ほらほら、ほら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 、あ、ちょっと待って、こいつ、攻撃力めちゃくちゃ強いんだよ。半端ねえ。うい。オッケー、1匹目。2匹目。なんで蹴ろうとした？あの、グリックーなん、ケック。ま、蹴れてた、ちゃんと。どこ行った？死んでる。誰か殺した。まあ、ヘレナしかいないか。あ、それとも今の蹴りでやられてた？ちょっとよくわかんないけどね。くそ。誰だよ、こんなとこで焚き火してるやつ。普通に考えると焚き火してるかどうかって、え、ってか、なんで焚き火してんの？おかしくない？ここ、線路だぜ。誰だよ、そんなこと許可したやつ。まあ、そんな細かいこと気にしてたらやってらないでね、さっさと進んでいきましょうか。うわぁ、もうこんな暗闇で、いつ電車が来るかもわからないところでイチャイチャしてやがる。そんな彼たちは、もう、好きにするといいさ。また同じスペース。今ボタン出てた？危な。同じボタンだったからよかったけどさ、これ、ほんと、もう、初見殺しもいいとこだよね。まあ、ゾンビという名のアイテムに変わってくれてるから、オッケー。じゃあ、そのまま進んでいきましょう。残り50メートル。50メートル直進のうち、え？あ、カーナビごっこやろうと思ったけど無理だった。諦めて。諦めないで。さあ、こいつ飛んでくるか？ふっ、あ、ちょっと待って、カウンター出てたのになんでやねん。前回パートでカウンターなんか簡単なんですよとか言っときながらさ、もう余裕ぶっこい。全然カウンターできとらんやんか。さあ、こっちおいで。と思ったけど、こいつ、あ、もう危ねえな。ギリギリ、あいって、あ、何？は？今何に当たった？酔っ払いが死んでるもんす。もうこいつら相手に知られないからね。よいしょ。はい、おいで。行くで。オープンゾーンめっちゃ飛んできてるわ。超燃えながら飛んできてたわ。で、ここで息切れするんだよな。ライトの息切れっておかしい。呼吸でもしとんのかいって、ね。肺がどこにあるんですか？敵。ゾンビ。で、バイオシックスの後もう一個難しい点が、なぜか、体術を使って攻撃して、相手に当たっている時にもかかわらず、なぜかね、攻撃を他のやつがやってたら食らっちゃうっていうね。あれ？なあ、またミスったわ、もう。ミスってるわん。あ、倒れた。スキルがセッティングされてなかったね。道理で。こいつは上から来てはないよね。よし、じゃあさっき進んでいこう。リモコン式爆弾はね、なんかちょっとまだ使うタイミングがね、ボス戦とかそういうのだったらいいかもしれないけどね。壊す意味はないけど、ドゥーン。そうそう、エンブレムを壊す旅っていうのをね、今やってるんですよ。そのバイオの、レオン編のね、復讐がてら。で、チャプター1については、大学の行動のところで最初に破壊したのが、残ってた分だったんで、もう、一旦はね、チャプター1については全部破壊することができてるんで、まあ、しっぽりとね、やっていこうかなと思ってます。ということで、ゾンビをね、こいつら、ちょっと何体か、やっぱ電車に引かせるのがいいと思うので、とりあえず、アンラッキーデーと言いながらな。とりあえず、走って、ちょっとこっちの線に来るとかないよね。大丈夫だよ。そうだね、そうだね。僕、引かれてる。よし。あ、でもこっち側に来てるのが何体かいるなぁ。あれ、ちょっとそんなにやられてないもしかして。なんかわかんないけど、とりあえず、誰かありがとう。誰かありがとう。エルボー。エルボー、わかんない。とりあえず、なんか攻撃当たった。痛い。気持ちいい。かゆい。うまっ。俺はこうやって使うでガンス。オッケー。ふっ、キック、キック、あ、大丈夫だよ。だから、こういうこと。まあ、普通、まあ、そうだな。冷静に考えれば、現実世界でも攻撃してる間に別のやつが来たら、それは攻撃食らうわなっていう、その、もう、積極的だ、きつき。
そったらいい。うん、女だったら喜んでやるけど、男勘弁してくれ。コンバットゲイシ、角度がすごい、腰がうねってるもん。ああ、やられてるわ。あれ、あ、助けられてない。残念でしたね。まあいいか。もうなんか、あの、とっさの褒め方を無理なんです。わお、サンキューベイビー。本当は 今みたいな時にサンキューって言っとけば、こうちょっとね、助けてくれるスピードが上がったりとかね、いろいろサポートのレベルが上がったりとかってのあるけど、まあ、残念ながらちょっととっさにその Thanks とか Come on とか Go とかさ、ヘレーナーとかいろいろ言うセリフのボタンがどれなのかっていうのが今いち分かってないって。だからそういうのはね、プレイする前にちゃんとボタンの位置とか何がどのボタンなのかっていうのを覚えときなさいよっていうね。まあそういうツッコミ、すいません、ありがとうございます。じゃあ進んでいきましょうね。まあ我が道をゴーイングということで許してください。もう一個くらい食っとくか。そう、バイオ4もね、その初めてやった時、前回はまだすぐ思い出したからよかったけど、初めてやった時そのアイテムの移動がさ、その何ボタンでやったらいいのって、大体そのね、WASD で前後ろ右横とかさ、右左か、右横ってどうしよう、横やっちゃう。あ、あくびが出ちまってすいません。ね、Z でアシュリーをカモンとか恋、あのカモンとか恋は一緒だったな。Just don't leave me behind。言って、おう、ありがとう。なんか倒してくれた。ごちそうさまです。とかいろいろ言ってくれたんですけど、なぜかアイテム移動だけバックスペースで向きを変えるのだけ出るっていうね、まあディレートボタンっていうね。あれおかしくねって、なんでそんな急に右側行くんよってそれで思い出すのが大変だったっていうね。さて、じゃあこれ何両目から来るんだったっけな。ちょっと待って、ちょ出ないよ出ないよ、進むよ。ああ、じゃあお前倒してねえのかよ。倒してなかったんかよ、ヘレナ。普通は最初に入ってくれるんだけどね。綺麗な顔してるだろ。裏トップなんだぜ。いいよね。こういう服って、まあ、やっぱり、興奮するよね。じゃあ、慎重に、慎重に。慎重に、慎重に。何両目だっけ？この車両からも出てくるんだったっけ？めっちゃ構えてるし。エージェント・ハーパーさん。これは、まだいないか。OK。じゃあ次進んでいきましょう。後ろにちょっとカメラが行くのがね、まさか実は迫ってきてるんじゃないかっていう恐怖心が起こるよね。ほら、だってさ、さっきレオンがね、さ、自分自身で出てたじゃん。あの暴走列車、なんでこんな時に電車が動いてるのっていう時にさ、おー、ちょっと筋肉むっちゃ、あ、違う、下手くそか。いい、ポイント強い。やばい、やばい、やばい。飲みすぎてゲロ吐いてるやつやで。こんな時に、ストロングゼロ飲みすぎるから、後ろ蹴る。あ、来てる、めっちゃ来てる。逃げろ逃げろ。はい、頼んだ。これ起き上がってくるかな。バイオシックスが個人的にその好きな点っていうのが、その、いろんなゾンビのバリエーションがいるんだよね。あんまりその固定されたあのゾンビのさ、バリエーションいないじゃん。めっちゃ下手くそだけど、中立の。あ、え？喉笛打ったのに生きてる。まあ、それは呼吸関係ないもんね、別に。ゾンビって実際どうなんだろうな。呼吸ができなくなったら死ぬとかあるのかな。一応酸素供給とか必要になってるのか ね。恐ろしいまでの新陳代謝が必要なので、じゃあまだな、大きいお尻だな。おっぱい問題あげようか。で、降りて、おお、ちょっと待って、あっ、びっくりした、おおおおおお。かん。びっくりしたわー、もう、それ、あれ？ふい！違う、違う、そうじゃない。お尻プレイ。お尻で感じたら。おならが出ちゃうタイプなんですね。オッケー。あ、引火したら燃えそうなやつが来た。ん？投げた時点でそもそも燃えるか。オッケー。じゃあ進んでいきましょう。ほら、ね、死体もいっぱいの種類あるしさ。バイオ4とかだったらもう、なんか、5、6種類くらいの敵しかいないじゃん、見た目が。その村人とかだったらね。まあ、なんか、邪教徒とかそういうのまで含めると、いろいろ装飾あったり、フード被ったりとか、ね。ま、でもなんであれ邪教徒大体ハゲなんだろうね。髪の毛どっか行っちゃったんだろうな。まあ、低毛してる方が、なんだろう。やり、あ、ちょ、置けない。置けない。
置いて。そう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 。啓蒙してる方がなんかこう信仰心のレベルが高いって見なすとか、そういうあれなのかな。それとも個人的なサドラの趣味。でもサドラ自身は髪の毛あったもんね。無駄なオールバックだけど。ここ開けて、開けなさいって。開けてくださいだろ。そっか。まあ、初見プレイの方はね、あ、じゃ初見プレイじゃねえ、初見の方はね、あの、わかると思うけど、今の言い草はちょっと覚えておいてください。息子が、あの、後ほど出てくるんだけど、息子がね、なんで、そんな言いぶりなのかっていうのが、多分この、今の母親の、ちょっとそこの、開けて、開けなさいって言ってるのと、ちょっと繋がってくるのが、多分わかると思います。ドゥン。じゃあ、アイテム1個スペシャル、あ、なんか踏んだ。踏むやつより踏まれたやつの方が悪いんすよ。あ、まだ届かないな。あぶれあぶれあぶれ。ちょっとここストロングゼロ大好きなやつ多すぎないね。体にアルコール分いっぱい含んでるからこれでいっぱい燃えるでしょ。ちょちょちょ、もうど武器の変え方もさ、ほらこれが本当の壁ドンじゃ。武器武器キック、ふい、あれ踏めてない、踏めてない、踏む、うん、オッケー。ねえ、おお、またぶっ広げて女捨ててるよね、こいつも寝方がね。あれ噛まれてたよね。血も出てなけりゃ噛まれた傷跡もない。ふい、甘いな。今のはちょっとね、どのタイミングで攻撃してくるかっていうのちょっと押し量りながらだったっすよ。オッケーオッケー。ただあれ2体とも蹴ったはずだったのにな。こいつら、あ、首の角度痛そう。こういう寝方最近ソファーでやっててものすごい首痛くなった。なんか起きてるのに寝違いみたいな状態になった。そんな誰得情報。だから皆さん、あの、寝る時の首の角度には気をつけてください。ということで、もう間もなく地下鉄を抜けるところまで来ますんで、そこで一旦まあちょっと区切りがいいから、えらい、どうだ、あれすげえ、こいつ一発で死ななかった。あれ大体あの頭ズームってなって額がパキンって割れるから、で下からは来てないね。オッケー、よし、じゃあ、区切りがいいところまで来ましたんでね、あの扉くぐったら一旦終わりにしたいと思います。ということでね、動画最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。ということで次回はね、市街地を抜けていくというところから始めていきたいと思いますんで、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。